自分世界最強になるチャンスは今年が最後ですね。まあすぐ取れると思ってたんですよね。まあ要はちょっと軽く見てたんですけど、険しかったけど毎日充実してましたよ。めっちゃ悔しい思いもしたし、人生終わったとも思いましたけど、まあ、なかなかそんな思いできる人間っていないですからね。そういう思いできない人たちより自分は十分楽しいなと思って、やっぱ人生勝負してると楽しいですからね。とうとうやったぞっていう瞬間でしたね。みんなに盛り上げてやってもらったのに、期待に応えられなくて悔しかったですね。世界最強になるチャンスは今年が最後です。毎年それなりに覚悟はしてるんですけど、もうダメだったんで、毎年こんだけの覚悟でやってるのに、もう今年ダメなら本当にダメですよ。It's really cool because I don't think that anybody think that I will on the final eight. It will be really hard to do to win this fight, but of course I'm going to win. So you want to keep building on this win and be the champion? Yeah, that's why I'm here. まあ正直なとこ言うと、本当に来年は K&MAX が開催されるかどうかわからないです。日本人がここで優勝しないと来年はもうないかもしれない。僕ができるっつったら全力を尽くすことしかないですね。それ以外僕はできないですね。全力を尽くしに尽くして挑戦できる場をね、何が何でも死守しないと。僕は今回優勝できなくても格闘技をやめることはないんですけど、今年優勝できればこの先もずっと優勝できると思ってますから、まあ、本当の実力で自分の評価を上げていけるのか、ただの無冠の KO で終わるのか、その狭間ですね、今年は。今年本当自分が優勝しないと、まあ、日本では終わるなと思ってるんで。